Radio Show presented by Side B. Weekend Break. お世話になっております。サイド B の本田です。今週も始まりましたウィークエンドブレイク。皆様、どんな週末を迎えでしょうか。この番組は、仕事モードがほろりと緩み、足先半分仕事の意識が残ったお気軽話をお送りする、業務と日常の境目ラジオです。本日は4月12日。大人の新年度から数日遅れて、子供たちの新学期が始まりました。新入学生は一目でわかるぐらいピシッとしていて、初々しさが溢れていますね。これがまた2年生以降は、急に今日から学校通うだりな、的な雰囲気を漂わせているのもまた面白い。数年前までは、京都の公立高校は、特定の高校ではなく、公立高校というものを受験して、合格したら家から近い学校に通うという特殊なスタイルでした。商業とか工業、芸術みたいなのは学校指定で受験するんですけど、普通科は住所で割り振られるので、公立高校にレベル差ってのはほとんどなくて、いわゆる特進クラスっていうのもオプションみたいな感じで、公立高校の受験時に特進クラス希望みたいなのにチェックをして願書を出すと、まあ、点数足りてれば合格後のクラス分けで特進クラスっていうところに集められるっていったものでして、なので同じ高校に東大、京大なんかを目指している人もいれば、クラスが違えば分数も危ういような人もいるという結構カオスな状況でした。京都中の公立高校が全部そういう感じだったので、さすがにまずいということになったのか、数年前から学校ごとにレベル差や個性をつけて、近い遠いは関係なく、他の都道府県では普通に行われているような仕組みの高校受験になりまして、進学率 100% を目指すとか、校則が緩くて制服なしピアス OK とか、いろんな高校が出てきています。制服なしなんて、当時は私立の進学校のみに許された、お金持ちで理性のある高校生の象徴みたいなところがあったんですけど、公立高校で制服なしピアス OK って、なんでしょうね、この入学式がヘビメタバンドのライブ会場みたいになってんじゃないかなって想像しちゃうんですけど、実際はどんな感じなんでしょうね。私は今ではすっかりインドアオタクが板についてますけれども、高校生の頃は成績は常にクラス最下位、部活のために学校に行くような脳筋暴れ発着路線だったので、もし制服がなかったとしたら、ヘビメタとかじゃなくて中山きんに君みたいな方向性になっていた気がします。パワー。今週の業務を終えてほっと一息な皆様、お疲れ様でした。まだ今週は終わってないよという皆様、この週末を超えればゴールデンウィークが見える。呪文のように心に唱えて働いていく。ウィークエンドブレイクスタートです。前回びっくりニュース事件簿でご紹介しました、中高生に人気2200円高級シャーペン、新学期へ文具店にぎわう、勉強頑張るという記事に関してお便りを頂戴しています。ミュニックさんからいただきました。
ありがとうございます。40年前、祖母に買っていただいた800円のシャープペンシルを今でも大切にしてます。とても嬉しく、なぜか誇らしく、一生懸命勉強しました。短い文章ながらもミュニックさんのお人柄がこれでもかと染み出ています。40年前、当時に、中学生だったということでしょうか。私より数年先輩にあたるのかと思います。祖母に買っていただいた、買っていただいたと、家族に敬語を使うのはいいとこの子か、大人になって家族の偉大さをかみしめるに至ったか、どちらかは分かりませんけれども、とても品行が良い方なのは間違いないですね。800円という値段まで覚えているということで、おそらく一緒に買いに行ったんでしょう。中学入学おめでとう、お祝いをあげたいけどうまく選べないからと文具店に連れて行ってもらって、いいなと思ったシャーペンに800円の値札がついてるのを見て、もうちょっと安いのにしようかなと思ったけど、すぐに見透かされて、これが気に入ったのかい、それじゃあこれにしようかって店員さんを呼んでプレゼント包装をお願いするおばあさま、ご入学のお祝いですか、そうなの、孫がこの春から中学生になるもんで、みたいなやり取りと同時進行で手際よく包装されていく箱を見ながら、嬉しく誇らしいミュニックさんみたいな場面を勝手に想像してしまうところです。また一生懸命勉強しましたというのも素晴らしいですね。私だったらいかにしてさりげなく自慢するかに全力を注いでたと思います。休み時間に筆箱全開フルオープンで隣の教室に出張っていったり、ペン回しの練習をするふりしてこのペンのバランスがとかブツブツつぶやいたり、どうやったら周りの友人たちがペンにコメントするか言及するように仕向けるかっていうのを試行錯誤して、1学期の間はそれ1本で押し切ろうとしたと思いますね。シャーペンの形をしたおばあさまとの記憶であり、ミュニックさんの物語の一幕。今さら私が申し上げることもないでしょうけれども、ぜひこれからも大切になさってください。サイピーサイピー。続いてのお便りは西島康さんからいただきました。ありがとうございます。 S20 は私も仕事で愛用しています。中高生ではなく中高年ですけど、かっこ笑い。 YouTuber にがっつり影響を受けました。木軸なので愛着も湧きますし、パイロット製品なので品質も高い、大人の使用にも耐えるいいペンですね。中高生ではなく中高年とのっけからキラーワードをいただいております。どこかでパクらせていただきたいとこですね。前回のニュースで具体的に上がっていた2200円のシャーペン、パイロットの S20 なんですけど、これ中学生の女の子にしてはかなり渋い好みだなという感じがしますね。軸が木軸で、製図用と筆記用の中間っぽいデザイン。開発上のメインターゲットは大人なんじゃないかと思います。中学生になるタイミングで、大人がいいと思うものを使ってみたいと感じるのは昔からあったんでしょうけど、ネットが当たり前の世代にとっては、具体的な製品が YouTube で紹介されてたら、それ買ってみようかなってなりますよね。確かに行政書士がメインで使うのはボールペンにはなりますけど、シャーペンも使わないわけじゃない。ひょっとすると学生時代によく勉強した人だと
自分用のメモはシャーペンで書くのが当たり前みたいになってる人も多いのかもしれません。西島さんのお便りで、パイロット製品なので品質も高いとさらりと述べておられましたが、パイロットは日本ではもちろんナンバーワンですけども、筆記具の世界シェアでも単一ブランドとしてはナンバーワンです。会社としてはアメリカのニューウェルブランズがパイロットの上にいるんですけども、ニューウェルブランズはパーカー、ウォーターマン、ロッドリングなんかを買収して展開する親会社で、主要事業はベビーカーとかの育児用品の販売ですね。ニューウェルブランズに関してはウォーターマンのボールペンを G2 規格にしてほしいという強い希望が私にはございます。 S20 に話を戻しますけれども、木軸にはまる人はとことんはまるようで、本革製品などと同じようにぬくもりと個体差があって、なおかつ使っていくと風合いが変化するってので結構深い沼になっています。 S20 にはボールペンもありますんで、ボールペン派の木軸入門、沼への入り口にもなりそうですね。ウィークエンドブレイク。ビジネス文具の語り。我々の主要な仕事道具である文具、ペンやノートに限らず名刺入れやカバンなど、より広い範囲までビジネス文具として含め語っていく、物にこだわる行政書士の語り場です。さて、前回から中学入学時のシャーペンの話が続いておりましたが、我々行政書士は開業という中学入学に匹敵する人生の大きな節目を経験しています。開業にあたってお祝いをもらったという方も多いのではないでしょうか。私もありがたいことに各方面からお祝いを頂戴したんですけれども、何やらバタバタしている中でいつの間にか通常営業になだれ込んでしまって、今となっては後悔しています。特に近所に住んでいるおじから現金10万円をポンと開業祝いで頂戴したんですけども、そのお祝いでこれを買いましたみたいなものがなくて、何かこう象徴になるものを買ってずっと使い続けるみたいなことができればよかったなぁと感じています。その後どこかのタイミングで、これ開業の時のお祝いで買わせていただいたものです、ずっと使ってますみたいなのがあると送った方も嬉しいじゃないですか。そこで今回、開業祝いで現金をもらったらこれを買うべしというものを検討します。まず仕事で普段から使うもの、個人として使うものは開業祝いの使い道としてはいまいちかなと。なので財布とか携帯はダメですね。あと見てもらう機会ってのは欲しいです。事務所に置いているものじゃなくて持ち出すものってことですね。それから長持ちするもの、最低10年ないしそれ以上使い続けるもの、ノートパソコンとか iPad、 その他電子機器類は持ち出すとしてもちょっと10年は使い続けられないかなという気がするので対象外。スーツなんかもちょっと10年は微妙ですかね。サイピー、サイピー。それらが消去法で消えたら、候補になりそうなものは筆記具、カバン、腕時計、革靴あたりになるでしょうか。実際には個人の好みや環境、状況とも大いに関係しそうですけど、ネガティブ要素として腕時計はしない人もそこそこいるっていうのと、いわゆる高級品の相場的な価格帯がちょ
高すぎる。10万円丸々突っ込んだとしても高級腕時計の価格帯として見たら入門以下になっちゃうんですね。筆記具ならマイスターシュトックといった文字通り最高のものが買える価格帯なのを考えたら、フラットな選択として腕時計を買う理由ってのはちょっと薄くなっちゃうんじゃないかなという気がします。じゃあそのマイスターシュトック、もとい筆記具はどうなんだというところですけれども、私個人は大学の合格祝い、それから就職祝い、これ大学出てゲーム会社に就職するタイミングですけども、それぞれのタイミングでペンをもらっていたので、開業祝いで筆記具を買うという選択肢はなかったです。筆記具はプレゼントとしては割とメジャーですから、そういった方も結構おられるんじゃないかなと想像するところですね。もし開業祝いを含めて筆記具のお祝いなんてなかったよって方なら十分選択肢になると思います。スーベレーンやマイシュターシュトックなら間違いなく一生使い続けることができるでしょう。革靴に関しては、まあ、いいものならメンテしながら10年は履き続けられるでしょうし、体型が変わっても足のサイズはあんまり変わらないので、まあ、悪くないんじゃないかなと思います。ただ靴ってのはどうしても一足だけを履き続けるもんではないような気がしますし、雨とか雪の日もありますからね。あとこれは個人の印象なんですけど、10年履いた靴にくたびれ感じゃなくて味を出していくのってすんごい難易度高いような気がしています。まあ、式典用とかならね、あの10年経っても全然いいんですけど、せっかくの開業祝いを当てるわけですから普段使いするものにしたいじゃないですか。そこがちょっと不安含みってとこでしょうか。結論として私が買えばよかったなと思っているのはカバンです。価格的にも8万円から10万円ぐらいがクオリティの天井で、それ以上の値段のものはブランド料がメインになってくるんで、仕事用のメインになる革のカバンだったら最高クラスのものが買えます。10年以上は余裕で使えますし、使い込んだかっこよさも出てきます。普段使いで持ち出すものでもあり、基本的にはメインを一つに固定することが多い。あんまりお祝いでもらうこともないですし、開業祝いを現金でいただいた際に買うものとしてはカバンが最適解。ここで最後に、そんなあなたに本田製作所でカバンをオーダーしてみませんかみたいな話に持っていけたらいいんですけど、本田製作所は現在開業準備中という名の修行中でございます。もし何年か後に皆さんが誰かに開業祝いを渡す立場になった際、思い出してもらえたら幸いです。お送りしてまいりましたウィークエンドブレイク、エンディングのお時間となりました。この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。コーナーへのお便りのほか、ふつおたも大歓迎。動画のコメント欄までどしどしお寄せください。サイド B の動画シリーズ、酒井慎吾の47都道府県行政書士道中記では出演者を大募集中です。酒井慎吾がオンラインで全国の行政書士からお話を伺いながら47都道府県の全制覇を目指しています。概要欄記載の応募フォームからお申し込みください。それではまたお会いしましょう。お相手は私、サイド B の本田智和でした。
Have a nice weekend. Bye bye.